ゴランパンデフは、北マケドニアストルミツァ出身のサッカー選手。ジェノア CFC 所属。元北マケドニア代表。ポジションはフォワード。マケドニアのクラブ FK ベラシッサのユースチームで育ち、2000年にトップチームに昇格。出場18試合で6ゴールを挙げる活躍を見せ、わずか1シーズンで、イタリアセリエへの強豪インテルマツヨナーレミラノへ移籍。 しかし、インテルでは、出場機会を得られず、2シーズン連続でタククラブへのレンタル移籍を経験した。あと、2004年冬に、デアン・スタンコビッチとのトレードで、SS ラツヨへ移籍。ラツヨでは2005の06シーズンから3、シーズン連続で2桁得点を記録するなどチームのエースとして活躍。2008から09シーズンは9得点と2桁。 得点こそはならなかったものの、コッパイタリアでは6得点を上げ得点王に輝く、活躍でチームの優勝に貢献した。また、1月11日のレッジーナカルチョ戦では、セリエ A では自身初のハットトリックを達成した。2008から09シーズン終了後に移籍を希望したものの、クラブ側が許さず残留。これが原因で、クラブと対立することとなり、 2009から10、シーズン前半は1試合も出場できずに終わった。2009年12月22日、パンデフは、法的措置を取り、ラツヨとの契約解除に成功し、クラブから16万ユーロの保証金も受け取ることが、発表された。2010年1月4日、フルスインテルと4年契約を結んだことが発表された。これにより、トレード相手のスタンコビッチと、 同僚となった。インテル復帰直後の1月6日の AC キエーボ、ベローナ戦でインテルでのデビューを飾ると、1月16日のエースバーリ戦で先発出場し、インテルでの初ゴールを挙げた。1月24日の AC ミランとのミラノダービーでは、直接フリーキックを決めるダメ押しゴールを挙げ勝利に貢献した。また、同年12月に行われた、 フィファクラブワールドカップの決勝でもゴールを決めている。2011年8月27日、SSC ナポリへ1年間のレンタル移籍をすることが発表された。シーズン終了後、ナポリに完全移籍が決定した。契約は2015年までの3年間であるが、2014年9月1日、同僚のブレイリム、ジェマイリと共に、ガラタサライへスケに移籍した。 2015から16シーズンより、ジェノアに移籍。2019から20シーズンには移籍後最多のリーグ戦9ゴールを決めて、チームのセリエー残留に貢献した。2006FIFA ワールドカップ欧州予選では5ゴールを挙げた。地元、マケドニアで行われたオランダ戦でもゴールを決めて、試合は引き分けとなっている。2020年。 ユーロ2020予選プレイオフ決勝のジョージア戦で決勝ゴールを決め北マケドニア史上初の主要国際大会出場となるユーロ出場権の獲得の立役者となったユーロ2020本大会ではグループリーグ初戦のオーストリア戦で北マケドニア史上ユーロ第1号となるゴールを挙げたまたこの37歳321日でのゴールは イビサ・バスティッチが38歳257日で決めたゴールに次いで大会2番目の年長記録となった。第3戦のオランダ戦を前に代表引退を表明、そのオランダ戦で代表最後の出場を果たし、好プレーを見せるもゴールは奪えず途中交代、チームは0から3と敗れた。ありがとうございます。